夢山、春書富士星乱世オ織アウエリン番小城郎熱石章、海の八景とは、海の国の八つの情景を読んだ和歌。甲府藩主の柳沢義里が、大見八景の様式に基づいて定めた。別称に、甲府八景。八景は、中国の、少々八景に由来する八つの情景で、全国的にも琵琶湖周辺の情景を集めた。 大見八景や相模国の金沢八景などが知られる。海の国では、江戸期に海八景以外でも、山梨八景や南部八景、甲草八景、谷村八景,村八景などが定められた。海の国では、江戸時代初期に甲府藩が成立し、法永元年12月に甲府藩主の徳川綱豊が将軍、綱吉の後継になると将軍、 綱吉の側用人である柳沢義康が甲府藩主となった。義康は甲府城の修築や城下の整備を行い、甲府城下では大名文化が栄えた。教皇九年には柳沢氏は大和国軍3へ転望され、甲府一国は幕府直轄領化された。義康、義里は若に親しみ、義里は教皇年間に、 開八景和歌を定めた。中野院通美をはじめとする京都の区業八人に依頼して、八景それぞれの和歌を八首読んでもらい、中御角天皇の勅命を得たという。これらの和歌を読んだ区画は歌を訪れていないため、実景とは異なる句があり、否定値が不明な歌もことも指摘されている。会の歌枕を読んだ歌は、夢山、白根、富士の三種例えば、霊勢盛綱は、 折り合うの、暮れ沼の嵐ほたえて、折りに枕狩るよの雨になる、宿の和歌を作った。その後朝廷に働きかけて、中見門天皇の直居を賜り、正式に開発計を定めた。山梨大学大学院の北村真一は、苦行の和歌は全国への宣伝効果を、天皇の直居という権威は、格付け、差別化を目的としており、吉里は、 開発刑に観光地としての箔をつけたかったのではないかと考えている。江戸時代には書物を通じて広まり、北区の着装材料になったり、長唄にも取り入れられた。ま、教法9年に柳沢氏は大和国軍さんに転報されるが、吉里は大和郡山においても、教法十九年に郡山発刑を読んでいる。以下の八つである。表記と順番は、 山梨県のホームページによった。このうち夢山春書、龍下秋月、金峰某雪、坂織屋は、現在の甲府地域内に存在する。ABCD かメジーの甲府の壺、柳沢義里が定めた開発系広報甲府,府2006年10月号、P-242015 年1月8日、閲覧、柳沢義安と甲府城、P151、 柳沢義康と甲府城、P151、石川博和歌、監視文、山梨県市通市編4近世に、P575、柳沢義康と甲府城、P151、石川博和歌、監視文、山梨県市通市編4近世に、P576、坂織具貴族木,木明の、御参拝第13回坂織連賀賞2015年1月8日、 山梨における、名所警官の特性山梨大学大学院医学、工学総合研究部正会員、北村新一2015年1月8日閲覧、柳沢義康と甲府城、P151AB 山梨勘道、再発見山梨県2012年1月3日、閲覧、小締園に基づく。参照、及び、2015年12月23日閲覧、 飛び出せ市民レポーター2005年4月を交付し、HP2015 年1月8日夕日に照らされている歌の内容から知らねは交付から見て東に所在することになるが、実際に白鵬三山は交付盆地の東に位置し、実景と異なる点が指摘される P576。ありがとうございます。